YouTube 動画をご覧の皆さん、こんばんは。ラボクボーカル教室インストラクターの金子ゆきです。はい、今日は、小袋さんのここにしか咲かない花を、A メロとサビの2回に分けてやっていきたいと思います。はい、では今日は、A メロのところからやっていきたいと思います。ちょっとまず歌ってみたいと思います。何もない場所だけれど、ここにしか咲かない花がある。心にくくりつけた荷物を静かに下ろせる場所。はい、この部分ですね、やっていきたいと思います。で、今回、少しちょっと意識したい部分なんですけれども、リズムのところをですね、少し意識してみたいと思います。はい、こういったものをちょっと用意してきました。ここの部位のところが、ブレス、息継ぎの場所ですね。という場所になります。ちょっと一回ですね、リズム何も考えずに、歌ってみたいと思います。いきます。1, 2, 3。 何もない場所だけれど、ここにしか咲かない花がある。心にくくりつけた荷物を静かに下ろせる場所。はい、まあ、なんとなくこう、凹凸がないというか、だらっとして聞こえますよね。ここに、ちょっと一緒にやってみたいなと思うんですけれども、手拍子を入れてみたいと思います。タン、タン、タン、タン。いわゆるシブと呼ばれるものですね。1、2、3、4、2、2、3、4。これで一緒に歌ってみたいと思います。どうなるでしょうか？いきます。1、2、3、4。 何もない場所だけれど、ここにしか咲かない花がある。心にくくりつけた荷物を静かに下ろせる場所。はい、少しカチッとなんかダラッとした感じがなくなってですね、頭の一拍目にこうしっかりと手拍子が入っているので、そこの部分をすごく自分で意識するようになるんですね。ぜひ、お家でもできるものなので、一緒にやってみて、もらえたらなと思います。さらに、ちょっと今回はですね、今、四部というものでやったんですけれども、今回は八部、さらにもう半分細かくしてですね、やってみたいと思います。ちょっと一緒に手拍子でいきましょう。これですね。これに合わせて歌いたいと思います。1、2、3。 何もない場所だけれど、ここにしか咲かない花がある。心にくくりつけた荷物を静かに下ろせる場所。いかがでしょうか？ちょっとさらに、こう、グルーブというか、なんかこう、ノリが出てきた感じがしますね。そして今のですね、この手拍子をしているところに、このブレスの部分も、この曲に関しては、ここにしか咲かない花に関しては入ってくるので、この手拍子をしているところも、ブレスを取るところもですね、リズムの一つとして、意識してもらえると、さらにグッと雰囲気が出るんじゃないかなと思います。はい。そんなところをちょっと意識してですね、ぜひここにしか咲かない花、リズム、A メロ意識して歌ってみてください。じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。またね。